ボパール化学工場事故、ボパール化学工場事故、ボパール化学工場事故とは、1984年に、インドのマディアプラデーシュ州ボパールで発生した、化学工場からのガス漏れ事故である。のとされる、1984年12月の2日から3日に、かけて社、シルのマディアプラデーシュ州ボパールの農薬製造プラントで発生した、50万ウ以上が、 イソシアン酸、メチル、マイクのガスや他の化学物質に暴露した。強い毒性を持つガスは、プラントのそばのを直撃した。死者数は、推計によって異なる。公式の中間発表では、死者数は2,259名とされた。マディアプラデーシュ州政府は3,787名の、自己関連の死者を確認している2006年の政府の陳述書によれば、 事故によって55万8125名が負傷し、そのうち3万8478名は一時的なもので、約3900名が後遺症の残る深刻なものであったとされる。また別の推計では2週間のうちに8000名が死亡し、その後さらに8000名以上が事故が原因の病気で亡くなったとされる。事故原因については論争がある。 インド政府及び地元活動家は、怠慢な経営による、保守作業の先送りにより、定期的な配管保守の際に、水がマイクタンクへ逆流するような状況が発生し、事故が起こったと主張する。ユニオンカーバイド社、UCC はサボタージュ行為によって、水がタンクに混入したと主張する。工場の所有者であるシルは、その過半数の株式を UCC が所有しており、 インド政府家銀行とが49.1%を持っていた。1989年に UCC は自己訴訟を解決するため4.7億米ドル、2014年の価値で9.07億米ドルを支払った。1994年には UCC はシルの株式をエイルに売却し、その後エイルはと合併した。エイルは1998年に 事故現場の除染が終わると、99年の借地契約を終え、土地の管理権を州政府に返上した。事故の17年後の2001年、ダウケミカルは UCC を買収した。民事及び刑事訴訟が、ボパールので行われ、UCC 及び事故時の CEO が訴追された。二千十年六月には、シルの会長を含む七名の元従業員が、ボパールの裁判所で、 過失致死罪により、金庫2年と、それぞれ2000米ドルの罰金を宣告された。これはのもとでは最高刑であった。8名の全従業員も、また有罪判決を受けたが、判決前に、すでに死亡していた。アンダーソンは2014年9月29日に死亡した。2014年現在でも、工場から漏れ出した。 化学物質による周辺住民への健康被害が続いている。また、工場を管理していたユニオンカーバイド社への訴訟や責任問題は未解決である。1969年、アメリカのユニオンカーバイド社の子会社であるユニオンカーバイドインディア、ユニオンカーバイドインドリミテッド、シルが自社のセビンと呼ばれる殺虫成分カルバリル生産するために インドのマッディア・プラデーシュ州の州都、ボーパールに生産拠点を置いた。セビンを生産する際に使用される、イソシアン酸、メチル、マイクの生産プラントが設置されたのは、後の1979年のことである。1984年12月2日から12月3日に、かけての深夜、イソシアン酸、メチル、マイクの入ったタンクの中に、水が流入し、 発熱反応が起きた。それによりタンク内の温度は摂氏200度にまで上昇して一気に圧力も上昇したことで約40トンのマイクがガス状となって流出し北西の風に乗ってボパールの都市へと流れていった。マイクは肺を犯す猛毒である。工場の近隣市街がスラムという人口密集地域であったことに加え事件当夜の大気に逆転層が生じて有毒ガスは 拡散せず滞留したため、夜明けまでに2000人以上が死亡し、15万から30万人が被害を受けた。その後、数ヶ月で新たに1500人以上が死亡するなど、被害は拡大し続け、最終的には様々な要因で1万5000人から2万5000人が死亡したとされる。マイクはカルガリール製造の反応中間体であり、ホスゲンから製造される。 工場には同じくマイクを扱うアメリカ合衆国ウェストバージニア州インスチュートの工場と同じ安全基準が適用されている発表され、事故後もそう主張された。事故の要因は以下の通り、ユニオンカーバイドはこれらの証言や主張を一切認めていない。そして事故は一人の従業員が検査用の通気口を通して故意に水をホースで流し込んだものと結論した。 調査報告をした。ただしこの調査は専門家によるチェックは受けていない。ユニオンカーバイドは事故によりこうした方法で水が混入することを見つけることができなかったと主張している。安全システムはこのような破壊活動に対処できるようにはなっていなかった。ユニオンカーバイドのボパール工場スタッフは事件の責任を逃れるために多数の記録を寄贈した。おそらくそれらは ユニオンカーバイドに対する怠慢の申し立てを弱めるもので、インド政府は調査を妨害し、責任のある従業員の基礎を取りやめたと言っている。ユニオンカーバイドは公的に破壊工作をした従業員の名指しはしていない。1989年に時短による和解が得られ、ユニオンカーバイドはボパールの事故によって生じた被害に対し4億7000万ベイドルを支払うことに同意した。 当初の訴訟では30億ドルが請求されていた。この和解が報じられると、ユニオンカーバイド社の株価は1株あたり2ドル、株価の7%下がった。ボッパール事故で支払われた賠償金は、石綿省の被害者、ユニオンカーバイド社は1963年から195年にかけて、石綿の採掘を行っていたに対して、アメリカ合衆国の法廷が同社を含む被告に、 支払いを命じた額と同額であり、1984年に出した死傷者に対する同社の債務額は100億ドルを超えた。2003年10月の終わりに、ボパールガス事故被災者救援復興局、ボーパールガストラジェディーリリーフリハビリテーション、デパートメントによって55万4895人の被害者と1万5310人の遺族に対して賠償金が支払われた。 遺族一家についての平均額は2200ドルであった。当時のユニオンカーバイド社の最高経営責任者であったウォーレン・アンダーソン、1986年に辞任はこの大規模な殺人事件の主犯とされていたが、法廷での審理に出席しなかったため、ボパール最高裁判長によって1992年2月1日に逃亡犯として宣告された。 犯罪人引き渡し条約を締結しているアメリカに対しインド政府は引き渡しを求める通知を送ったがこの要求が受理されることはなかった多くの活動家がインド政府は自由化の後にインド経済で重要な役割を担っている外国人投資者からの報復を恐れアメリカに対して激しい要求を行うことをためらっていると非難した事件解決の失敗について 無関心を装うアメリカ政府の態度は過去においても特にグリーンピースから強い非難を浴びていい。犯人が逃亡したため、インド中央投資局による本事件における過失を理由とする請求額引下げの単元はインド法廷によって却下された。アンダーソンは現在でも逃亡者としてインド法廷に手配されており、仮に判決が10年以下の禁錮であったとしても、 賠償金をを支払う義務負っている一方、ユニオンカーバイド社との和解によって政府が受け取った、賠償金のうちの一部しか遺族には渡らなかった。地元の人々は、同社と責任者のアンダーソンのみならず、インド政府にも裏切られと感じている。本事件の記念日には、アンダーソンと政治家たちの肖像が焼かれる。2004年4月、インド最高裁判所は政府に対し、 賠償金として受け取った残り3億30ドルを被害者と遺族に支払うよう命じた。ユニオンカーバイドはボパール工場を運営していたインド支社を1994年にインドのバッテリー工場に売却した。2001年にはダウケミカル社が103億ドルの負債を抱えたユニオンカーバイド社買収した。ダウケミカル社はユニオンカーバイド社の和解による支払いはすでに 履行されており、自社に責任はないと何度か公式に発表した。しかしながら、遺族によってダウケミカル社に対し重度に汚染された土地を正常化させるための訴訟がアメリカの地方裁判所で行われている。ダウケミカル社とその子会社となったユニオンカーバイド、アメリカ社がインド法廷の判決に従うことを拒否したため、賠償金の支払い要求先は、現在は、 ユニオンカーバイド、インド社の元行員、すなわち元社長、ゲンマヒンドラ、K ーシャブマヘインドラ、元社長付き経営取締役ビジャイ号カレー、元社長兼職務士官、キショールカームダール、元工場長ジェームクンド、元 AP 部門製造部長 SP チョードリーに移っている。政府が主導する意思を持たなかったため、何トンもの毒性廃棄物が、 手付け数のまま放置されている工場の正常化は行き詰まった。環境問題研究家たちは、この廃棄物は市の中心部の汚染源となる可能性があり、生じる汚染は何十年にもわたってゆっくりと広がり、神経系、肝臓、腎臓に障害を与える恐れがあると警告している。調査により、事故依頼癌などへの罹患率が高まっていることが示されている。 活動家たちは、ダウシャに汚染物質の除去を求め、インド政府に対し同社からより多くの資金を供与せる、命令を出すように要求している。BBC は2004年11月14日の放送で、事故現場は未だ数千トンの有毒物質、容器が開けっぱなしのまま放置され、あるいは地面に流れ出した、ヘキサクロロベンゼンや水銀などで汚染されているといい、調査結果を報じた。 いくつかの区域は汚染があまりにも激しく10分以上とどまると意識を失う恐れがあった。降雨によってそれらの流出が起こり付近一帯の井戸を汚染した。BBC に代わりイギリスから派遣された水質分析者によるボーリング試験によって汚染濃度はインドの基準値の最大500倍であることが明らかにされた。 付近の居住者と同程度の経済状態の他の地域とを比較する統計調査が行われ、工場近辺では様々な疾患の度合いが高いことを明らかにする結果が報じられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。